第1回15年一緒にいたら事前打ち合わせなしでもバーベキューの素材ソロ説結構検証ですこれはということでね、タイトルコールにもあったように15年僕ら、友達関係を続けているんですけれども、はい、普通ねバーベキューってさ、まあ、一緒に具材買いに行くやん。そうやね、あこれ食べたいあれ食べたいみたいなエビとかあって、ね、それいらんてみたいな、ね、そう、このくだりあるやん、今回なしです。それがおそこを含めて楽しいやないいやなんですけど、まあ俺らのこれ絆を確かめたい企画です。だから僕たちは今から自分が何を買うかを周りに言わずに、食材を3品多くない？大丈夫です3品12品買ってきます。およく計算できました。理系ですから理系ですからそう理系なんです。唯一の理系ですから理系の小学校で習う理系のレベルが算数な、はい、ということで、はい、お互いさ、まあヒロこれ買いそうやなとかマサルこれいきそうやなって分かるやん、まああ分かる分かる、はいはい、お互いにもうそれをイメージして、はい、具材を3品買ってきて、はい、せーのドン、あいけるね、よしバーベキューしようって感じにしたいです。はい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 、イメージを湧く、うん、OK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 
きたいと思います。レッツラーゴー。はい、よかろうもんの竹谷です。まずはね、僕の方から買ってきた具材をね紹介したいなと思います。ちょっと予想から入りたいんですけれども、まず、分かりやすいところで言うと、ユダイは、王道な食材しか買ってきません、あいつは基本。だから、まあ絶対買ってくるの牛肉、豚肉、ウインナー、これユダイで、マサル、変化球絶対入れてきます。なんかね、珍味系、なんか明太子とか買ってきそう、明太子。あとはね、美味しそうな肉絶対買ってくる、いい感じの肉、これ絶対買ってくる。で3つ目、一番搾り絶対買ってくる。ヒロはね、ちょっとずれてるので、なんだろうな、なんかね、それじゃなくないってやつ絶対買ってくると思う。例えばポークビッツとか、バーベキューなのに白菜買ってきたりとか、あとつくねとか、そんなん買ってきそう。1個ぐらいこれヒロ当たると思う。で僕が買ってきたのいいね。まず1個目、チョコパイ、これ絶対いる、バーベキューにこれは絶対いるけん、いるやろ。俺ね、3つって言ったけどさ、4つ買ってきとるっちゃん。あとこれ、ネギマ、これね、バーベキューで焼き鳥は絶対にいる、絶対いる。あとね、絶対にね、野菜を買ってくるメンバーがおらんと思っちゃん。だけん俺は野菜を買ってきた。もうこれはバランスを考えて買ってきた。玉ねぎ、エリンギ、オクラ、はい。で最後がこれね、めちゃくちゃいいの買ってきた、ホタテ。あ、汁が漏れおる、ホタテ、殻付きホタテを 4枚買ってきたので、これはね、メンバー喜ぶと思う、メンバーへのね、まあご褒美です。はい、ということで、以上、タケが買ってきた具材でした。お戻しします。あ、どうも、マサルです。というわけでですね、私が買ってきた、ね、具材をね、紹介したいと思います。まずね、メンバーの予想なんですけど、雄大はなんだかんだ野菜とかもちょっと買う、野菜とかもちょっと買うけど、自分が食べたいいい感じのお肉を1個買う、お肉2種、野菜1種みたいな感じかな。ヒロはもう、まあ、あいつ頭悪いんであいつ頭悪いんでなんかもう出来上がったものとかを買ってきます。俺の予想はバーベキュー串みたいなバーベキュー串みたいなやつとか、なんか完成品をとにかく買ってきますね。うん、素材は買ってこない、野菜も買ってこない。でタケはまずお肉ね、タケすごいいいお肉を買います。すごいいいお肉と、タケ野菜買わないです。うん、タケ野菜買わない、デザートとか買ってくるみたいな。まあそうなってくると、まあどう考えても肉が多いと。調理も簡単で美味しそうなやつを買ってきました。まあまずはね、なんといってもナス4つ入りの5、すげえ贅沢な、でかしいたけ、かぼちゃ、もうカットしてあるんでね、もうほんま焼けばいいみたいな。僕は野菜担当ですね。ありがとうございます。以上。ということで、どうも、最近和装にハマっております、よかろうもんのヒロと申します4人でそれぞれ自分が思い思いの、みんな買わない、被らないね、バーベキューのものを買うということで、まあ、とりあえず予想でいきますよ。予想でいくと、まあ、マサルとタクヤは料理ができるんですよ。じゃあどういうことかっていうと、勝手にバランスを取りにいきます。ちょっとなんかこう、バーベキューというものを締めようと、自分の食品1個で締めようとしていきます。なのでちょっと、まあそこら辺は僕と雄大がじゃあザ・バーベキューというところを取るべきなんじゃないかなと思ってます。ただ、雄大はやっぱり若干こう
自分が名誉かってもし被ったらどうしようっていうことをね、疑心暗鬼になるタイプなんで、今回僕は王道なものを、王道かな、王道じゃないかもしれないけど、大きいものを買ってきました。でん、サンマです。サンマです。次にどう、シマホッケです。魚ときましたね。ただやっぱりね、バーベキューなんで1個ドンとしたものがあった方がいいだろうと思って買ってきたのが3つ目、ブロックモーニクランプです。まあやっぱりその彼らでちょっと料理ができる人間がバランスを取りに来ているので、そこをちょっと考えた上で王道でね、センターを飾る食材たちを買ってきました。どうもヒロでした。ちょっと多分海鮮系とかは高く買ってきて、で野菜関係は多分マサルが買って、まあ多分ゆでもちょっと若干被って海鮮系被ると思うんで、ちょうどまあ魚と肉が欲しいねっていうのでお願いします。どうもゆでです。もう僕は決まっております。まずマサル、マサルはちゃんとバーベキューを楽しもう、バーベキューの料理を楽しもうとするやろっけ、あの野菜を買ってきてくれるはずなんですよ。あのナス言うけんさ、あの野菜を買ってきてるはず。タクヤは締めまで考えてくれると思うけ、多分ね焼きそばとかそっち系を買ってきてるはずない。で、ヒロはあのどうせようわからんもんを買ってくるやろけ、いやなんでお前それ買ってきたんっていうのを買ってきそうやから、多分俺は肉担当だなと思ったわけでございます。なので何の肉買えばいいかよくわからんやった実際やから、あのもうブロック買っちゃえってことで、あの上州牛ブロック買ってきました。切って食えば4人分ぐらいにはなるでしょう。ともう一つ、まあ、肉、まあ、鶏肉とかも迷ったけど俺の好きなもん買おうと思って、アルトバイエルンとハーブの、じゃこれハーブじゃなかった、ハーブかと思ってこれ買ったらハーブじゃなかった。まあいいや、あのレモン風味とパセリの粗挽きソースを2つ、これ4本やけどこっち3本しか入っとらんけど、喧嘩になるけんちょっと喧嘩にならないようにとりあえず6本、まあ6本でも喧嘩になるけどね。好きなもんなんやろって考えた時にさ、まあ、肉ばっか買ってもよかったっちゃけど、全員が肉やったら、もしね、いやないけど全員が肉やったらどうしようって思った結果、私の残った好きなもんはエリンギでした。というわけで私は上州牛ブロック、ウインナー2種、エリンギを買ってきました。まあ果たしてこれでバーベキューになるのかどうか分かりませんけれども、まあ何にしても楽しいですから、はい、楽しんでいきたいと思います。じゃあね。はい、ということで、はい、無事に食材を買ってきました。ありがとうございました。どうですか皆さん。いやもう自信があります。じゃあ紹介していくにつれてみんなもあれやね、そうやねって感じやろ。そう、まあそう、まあそう、自己申告で順番を言って。じゃあそうです、そうです、俺から行くわ。オッケー、よい。じゃあまず僕から行きます。はい、間違えて4つ買っちゃいました。なんで1つ目、バーベキューと言ったら、はい、チョコパイ。出た、ちょっと待って、出た、ちょっと待ってよ、これ間違えとる、間違えた、これ間違えた、俺正解しとる、間違えとるかも。このメンツやったら野菜買ってくれる人おらんと思ったっけ。オクラとエリンギと玉ねぎ、はい、おらんと思ったっけ。これ野菜セットで、ね、野菜セットで、まあ一つとか、野菜セットで一つなんや。そうそうそう、タクヤといえば、はい、焼き鳥ですよね、やっぱり。あー、そっち来たか。これは俺か買ってくるんじゃないかなって予想できるんじゃないですか、まあ、はいはい、確かに。殻付きホタテ4枚奮発しました。めっちゃいいやん、はい、ちょうどということで、はい、僕はこれを買ってきました。あ、今いいじゃないですか、はい、いいね、まあ、バーベキューらしい。予想通り、予想通り、まあまあ大体、大体。じゃあ俺次行こうかな。ほう、じゃあ1個目いきます。はい、エリンギ。エリンギ大好きかよお前ら。しかもね、しかもね2パック買っちゃった。おい、お前いらんて。いやで、あのね、はい、肉買う人逆に少ねえかなと思って、はいはい、俺はとりあえずアルトバイエルンとあの粗挽きソーセージ、はいはい、それはいい。まあまあまあ、バーベキューらしい。そうそうそう、いいね、いいね。まあまあまあ、バーベキュー、ナイスプレー、ナイスプレー。もう肉買おうと思って、もういいや、ブロック買ったれと思って。牛ももブロック。牛ももブロック、ちゃんと半額買ってくるあたり、素晴らしい教育されとる。素晴らしい、素晴らしい。じゃあ俺行こうか。はい、まあ、俺の予想はね、タクヤめっちゃお肉買ってくると。はい、おで、
雄大はお肉とちょっと野菜、はいはいはい、でヒロ頭悪いんで出来上がったものとかを買ってくるっていう予想だったんですよ。なので僕は必然的にまあ野菜担当だなと思って、はい、まあまあ僕といえばまあナス、あ、はいはいはい、それはもう間違いない。あとかぼちゃ、あーいいね、かぼちゃ、ね、これカットしてあるやつ、ね、素晴らしいです。あとは、はい、この贅沢 4個入りのデカシイタケ、いいね、うまそう、しかも超そう、デカシイタケ以上。あちょっと待って、ね、肉がまだブロックしかないやからいや、ギリソーセージがあー、ギリ、まあまあ、ギリソーセージが、頼む、ヒロ、ヒロ、頼む、ヒロ、頼む、これ本当にやらせなしで肉買ってないけん、うん、俺らこれ、うん、いやさっき俺最初に言いましたよね、求められたものは買ってきてと。お、公平、ちょっと求められてるものはこういうもんだって。おおおおおサンマです。サンマちょっと待って、サンマです。今ってサンマ秋やな、秋やな、季節なんだ、春やで、ね、いやでも魚はないやん。まあまあ、まあ、肉っちゃ肉やね。だからじゃ次で買ってきたのがこちらです。シマホッケです。シマホッケです。あーなるほど、なるほどね。まあまあまあ、まあ、まあ美味しい、まあまあ、お酒の味になる。サンマよりかは全然いいと思う、うん、あ, あと1個ある、まあ、あと1個ある絶対肉、それ笑え笑え肉にしてくれ、本当に頼む、肉頼む、まあ、ちなみに本当に肉ない、はい、確かに。でもやっぱね、そこ俺はね、やっぱりみんなの意見、やっぱ俺は汲み取れてると思った。お肉です。おブロック肉。おい、ちょっと待って、しかも牛モモブロックやんか。もう牛モモブロック、牛モモブロックが2つになりました。ちゃんとね、見栄えがいいものを買ってきました。見栄えがいいものを、肉や、肉や、やっぱお肉ですね。ヒロが良くない。王道のさ、豚肉とか、いや、あのね、違うと今日4割引きだったんです。そう、4割、そのなのに、これは5割引きだった。もうこれしかないよね、これしかないよね。ということで、まあ結論は出ました。はい、事前に打ち合わせしないとダメです。もう、ダメでした。え、でも食べてみたらバラスティックも知れんよ。意外といいかもね。そう、でもお肉もさ、だいたい買いすぎてさ、うん、お肉余ったなってなるやん。余るよりかは全然いい。確かにちょうどいいかも、これね。これ逆に包丁がなかったらどうしとったの、これ逆に。え、だって俺らほら海賊王になれたかったよ。俺らみんなこう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 ね。そう、だいたいそう。船長誰やねそこの問題。じゃあまあとりあえずこの食材で、はい、今からバーベキューをしたいと思うので、そこはちょっとちょろっと見ていただいて。はい、どうした、なんかテンション低いけど。ということで、この動画がいいなと思われた方は高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。あとはね、あの概要欄に各個人のインスタグラムとツイッター、あと最近ね、よかろうもんの公式のインスタグラムができました。そうですね、はい、こちらあのバンバン、更新しておりますので、はい、ぜひ確認をよろしくお願いします。はい、ということで、また次の動画でお会いしましょう。せーの、さよなら。上州牛でっけえ。刺激的明太子マジック、ごまさだもつ餃子巻き大好き、ご飯大好き、よかろうもん、よかろうもん、よかろうもん。最高な一日、寒っ。寒いね。鼻水結構出よる。鼻水結構出よる。寒い。